まあ、前回、まあ、グランドチャンピオンシップは、まあ、取ることができて、栄えあるグランドチャンピオンに輝いたのはクローバー大阪山本くんや。もう限界ぐらい多分全員で頑張って取れたと思いますし、まあ、去年ね予選が、まあ、ベベで、まあ、1位とすごい差やったんですけど、まあ、巻き返すことはできたんですけど、まあ、多分あんなことはほんまに奇跡に近いぐらいだと思いますから、このグラチャンっていうのは、まあ、月の売り上げを競うんじゃなくて、まあ、この予選と、まあ、本戦の2日間の売り上げやから、まあ、予選日をしっかり売り上げ上げられへんかったら多分もう価値はないと思いますね。さあ、手屋さん一番になりましょう、盛り上げていきましょう。まあ、ここで、まあ、勝負決まってくると思うんで、まあ、必ず予選のイベントっていうのを成功させて、まあ、完全に来年一発目のグラチャンで優勝、クローバー大阪で2連覇目指してやっていきたいと思います。